はいどうもキラです。今回はキボトス降臨大祭ゲットセットゴー、今現状行われているキボトス降臨大祭オンユアマークの後編のイベントですね。降臨大祭の本編となるこちらのイベントなんですけれども、9月15日のオンユアマークが終わったタイミングでこちらのゲットセットゴーが開催されることが決定しました。運営さんのツイッターですね。それでは今回はこちらのゲットセット後どんなイベントだったのかというところをお話ししていこうと思います。かなりね待っていたという方も多いと思いますので、よければ参考にしていただければと思います。それでは早速やっていきましょう。はい、こちらのゲットセット後のイベントでは4種類のイベントアイテムを集める形になります。スポーツドリンク、リレー用バトン、アンパン、パンフレットの4種類ですね。で、スポーツドリンク以外はショップで交換をするためのアイテムなんですけど、スポーツドリンクに関しては使い道が違います。はい、スポーツドリンクはこちらのサイコロランで使うことになります。サイコロランはこのスポーツドリンクを消費してサイコロを振って出た目によってもらえる報酬が変わるタイプのイベントです。最近開催されたイベントでいうと SRT の水着のイベントであったサイコロランが同じものですね。で、ここではクレジットや強化玉、レポート、神明のかけら、こういったものが通常手に入りまして、霞の神明文字も手に入ります。そして周回ボーナスとしてガチャチケや秘伝ノートなんかも手に入るイベントとなっております。で、こちらのイベントが美味しかったかどうかという話なんですけども、結果だけで言うとその当時はあんまり美味しくなかったです。ただ理由はちょっと特殊なんですけど、でこの時にちょっと一つ事件がありまして、公式さんが一番最初に出していた報酬があまりにも多すぎたんですね。そしてイベント開始後1時間ぐらいだったかなと思うんですけど、それぐらいで緊急メンテに入ってしまって、イベント報酬がめちゃくちゃナーフされました。それについての補填としてやけくそ補填とトレンドになったんですけど、ここで手に入る蓮見の体操服の新名文字がなんと固有武器星3に届くまでもらえちゃったんですね。なので補填内容としてはめちゃくちゃ多くてすっごく美味しかったんですよ。10連チケットも2枚配られましたし、その他アイテムも大量にもらいました。なので皆さんね、結構大満足になったわけなんですけど、ただそれと同時にこのサイコロランの蓮見の神明文字がほぼ無価値になってしまったんですね。まあ、正直なくても固有3までいっちゃうので、そしてその他の報酬もナーフされ、そこまで美味しい数字ではなかったので、まあ、通常のねショップを交換し終わったら終わりという感じになっていました。ちなみに当時の効率を計算するとだいたいクレジットの効率がクレジット回収 L の1.1 倍ぐらい、まあ、当倍でですね、まあ、2倍があったら絶対そっち行った方が美味しいって感じですね。で、レポートは拠点防衛の 24.6% ぐらい、強化玉は 14.7% ぐらいの効率だったので、合計しても特別以来の 1.5 倍ぐらいの効率になってました。まあ、これプラスね、霞の神明文字とか神明のかけらがもらえるっていうので回る価値はあったんでしょうけど、この補填のせいで霞の神明文字の価値がちょっと下がってしまったので、そこまで回らなくていいイベントになっちゃったんですね。ですが今回は初めて参加される方は、霞は配布キャラなので星1スタートだと思います。なので十分に回る価値はあるんじゃないかなと思いますね。ただ効率も変わっていそうなので、開催されたらまたそれは計算しようと思います。あとはガチャの話に行きましょう。はい、ガチャに関してはですね、かなり有名なので知ってる方もいらっしゃるかもしれませんが、マリーの体操服、ユーカの体操服の限定ピックアップとなっておりました。2人ともめちゃくちゃ可愛いですし、特にユーカは総力戦やいろんなコンテンツで引っ張りだこになります。まあ、持ってないと結構困るタイプのタンクのキャラクターですね。で、マリーは結構限定的なヒーラーになるんですけれども、まあ、持っておいて損はありません。ストライカーのヒーラーで貴重ですからね、何より可愛い。で、この2人の限定をねもう待っていたっていう方はめちゃくちゃ多いと思います。私の動画のコメント欄でもすごくいっぱいいらっしゃったので、まあ、今こそね貯金をはたく時だと思うんですけども、それプラスアルファでイベント中に登場したキャラクターでガチャに出てこなかったキャラクターがいるんですよ。新規の立ち絵が用意されていてですね、でそれがこちらのキャラクター。はい、まずはセリナですね。なんとなんといつもとは違ったナース服に身を包んだ彼女、めちゃくちゃ可愛くないですか。正直セリナはこの衣装で打ち抜かれてしまいました。本当に可愛いです。セリナのファンアートもねかなり描かれていたので気に入ってる方も多そうですね。そして同じく救護騎士団の花江もですね、このチアガールの衣装がなぜか立ち絵としてありまして、ス
ストーリーに登場しておりました。なので実装される可能性全然ありますね。ただセリナと花枝に関しては聖堂のメリークリスマスというクリスマスイベントで別衣装が実装されておりますので、3着目が来るのかなと思うとちょっと疑問が残ります。そして個人的に一番来てほしいなと思っているキャラクターがこちらの春菜です。めちゃくちゃ可愛いですよね。当時ファンアートもたくさん描かれておりました。実装を待つ声もねすごく多くありましたので、春菜本当に実装してほしいですね。で春菜に関しても正月イベントで別衣装しかも限定キャラとして実装されておりますので、3着目が来るのかと考えるとどうなんでしょうか。今紹介したこの3人はね全員着せ替えが実装されているキャラクターなので、この辺りのキャラクターが追加で実装となると白子に続く3着目の着せ替えの実装となります。他のキャラクターもね体操服だったんですけど、基本的には元の立ち絵を体操服にした感じだったので、新規立ち絵はこの辺りですかね。そんなこんなで復刻の限定ガチャプラス新たに実装されるキャラクターもいそうなので、僕は戦々恐々としております。運営さん石が全くありません、助けてください。開催されましたらまた動画にしようと思います。ということで今回はこの辺で、よければ高評価の方も押してくださると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。